ワーキングスペースのナイフでアルバイトスタッフとして働いております。大学2年生の富澤陽子と申します。本日最初の司会を務めさせていただきますのでよろしくお願いします。主なプロフィールでいくと見てもらったかもしれませんし、見てもらってない方もいらっしゃると思うんですけ
ところで、ザクッと言いますと、三重県桑名市というところに来まして、桑名高校というですね、高校に出まして、大学は立命館というですね、京都の大学に来まして、で卒業します前に、結構ですね、メインキャリアとしてですね、大学は主に勉強よりもバイトを結構頑張ってまして、特に大学の1年生後半からですね、2年次の終わりぐらいまでですね、人力車のバイトですね、すごい稼ぎが良くてですね、週3ぐらいだったんですけど、週3ぐらい行って月25万ぐらい稼ぐみたいなですね、なかなかいい稼ぎを、大学にしてはですね、大学にしてよかったなというふうに思ってます。200人ぐらい社員さんがいたんですけど、で5位内ぐらいでずっと推移してたんですね。なんかよう売れたんですよね。なんか恥というものをあんま知らないので、あのいいなんですね、ポケットです。あれだ、痛い、人力車乗ってほしいみたいな。何みたいなこと言われてるんで、500メートルぐらい向こうからね、あ、これはちょっと乗っていただきそうだなっていう人を作ってみて、100メートル歩いていくの結構時間があるので、3分ぐらい、ずっと見て、こっち見ながらね、この人。過ぎ去ったあたりで待ってましたよ、3年待ってましたって言って人力車をこうしてね、むちゃくちゃやってたんですけど、すごいこう受けが良くてですね、よく乗ってもらいました。でその頃から結構楽しいなと、買ってもらえるとかね、自分を豪華してもらえるというよりも、なんか楽しんでもらってお金がもらえるってどんな幸せなんだろうということを感じてて、僕はすごくお金は稼ぐっていうことで人に喜んでもらって、その対価をもらうってことがすごい好きな人間なんだなということをなんか認識しました。最後になんかチップもらったりとかね、なんかこんな風になんかしてもらえるのってすごい幸せだなみたいなことを思いながら、なのでお金っていうものに対してのなんかあんまりこうネガティブな要素っていうのは僕はないんですね。だけど、僕はですね、その後大学を卒業してリクルートっていう会社になりましたですね、特にリクルートの中でもリクルートエージェントっていう会社がありまして、転職のサポートの仕事で人事の部長さんとかね、担当、あとは経営者とか中小企業の社長とかね、お会いして、どんな人欲しいですかみたいな話をしたり、あとは、逆に、転職側の人とですね、お話しして、どんな、就職先に行きたいですかみたいな話を聞いたりみたいなこともやっておりました。で、そのあとリーマンショックみたいなのがありましたね、リーマンショックがあった時に、まあ、ホワイトカラーの転職ばかりちょっとさしとったわけですね、サポートしてたんですけど、すごい僕今でもいい仕事やと思ってるし、いつでも戻れる場所があると戻れるなと思ってるんですけど、やりがいがあるからね。だけどこればっかりやってても、なんか意味がわからんなというところがあってですね、もっと人が困った時に本当に助けられることってなんだろうというふうに、2008年ぐらいのタイミングで、多分10年後ぐらいにもっと移住したりとか、なんか悩む人たち、働くことに困る人たちが絶対出てくると思って、その頃に力のある人間になるっていうことをしたら、今どこで過ごすべきやろうって26歳ね、考えてたんですよ。10年前から僕今36です。で地域に移住して、なんかこうやられることがあるんじゃないかみたいなことを、まあ、考えて移住することにしました。2010年の、8月ですねに移住しまして、で兵庫県丹波市に行ったんですけど、まあ、陸上で辞めて農業の、生産法人に入ったんですけど、社長と喧嘩してクビになりましてですね、3ヶ月ぐらいでわずかクビになって、その後 NPO で拾ってもらえてですね、で9ヶ月ほど働いて、で9ヶ月働いた後独立して、実はそのリクルートの、在籍中に MBA というの経営学の、勉強してたので、なんかいけるんちゃうかっていうノリでですね、経営コンサルタントやってみようってやり始め、 NPO のアドバイザーを兵庫県三田市という町からですね、なぜか委託を受けるご縁があったり、あとはなんか京都産業大学というところのなんか起業家プログラムというところのメンターみたいな相談相手みたいな仕事をほっとまあ、とりあえず食えそうやなということで始まって、食い始めました。その当時、まあ、今僕は離婚してるんですけど、その当時4年おりましてですね、その時の嫁との約束でですね、仮に400万円、まあ、僕はリクルートの時に800万円ぐらい給料があってですね、高かったんですよ。で、給料が、400万円を超えない時期をあと3年過ごしたら、どうしても、都市部に戻ってどういう手段を、まあ、その使っての1000万稼ぐという約束がありましてですね、まあ、目算をついてたんですよ。医療機器の営業とかだとですね、どういうような売り方をして、どういうふうにやれば、どれぐらいの売り上げが上がって、1000万ぐらい入っていくというのが、イメージついてる人間だったので、転職エージェントだったので、ね、その約束して単価切ってですね、やったろみたいなって言って、初年度で何とか超えたんです
2012年の4月に独立して、もう死ぬほど働いて、ね、2011年の4月ぐらいからもう死ぬほど働いてて、週4で依頼された仕事を週2で終わらせて週5働くみたいな週4の仕事なんで週3ぐらいでやってもらったらいいよって言われた仕事を、じゃあもうちょっと短くしますっていうことで週2働いて、8時間働けばいいところ16時間働いてて、2日で1日で2日分働いて、で2日で 4日分働いて、残り空いて5日間あるんですよね。休む気ないので、あと残りの5日間はとにかくもう一生懸命働こうということで働きまくって、週2働いて週5働いて、週5ほとんど金にならない仕事をしました。何かというと絶対独立するっていうのはもう見えてたので、独立した後つながりができてないと、あとは実績ができてないと本当に金取れるもんなのかとか分からへん、でも一生でやるのでめちゃめちゃ働いてて、でめっちゃ仲悪くなりましたけど、まあ、そういう時期がありました。でその、時期を経て独立してガッと働いて半年ぐらいで、3月迎えたところかな、どうやら600万くらいはいけそうだなということで、おお、なんとか無事にこの地域、丹波地域に残ってられそうだなっていう稼ぎが見えてきて、なんとかなるなって言った頃に、2012年の、いわゆる独立して7ヶ月目ぐらいですね、11月に、市議会議員選挙の、告示が終わって、違う、なんかこういう人ら出るらしいよみたいな、立候補者の顔ぶれみたいなのがあってですね、もう全然テレビもなくてですね。で、新聞見てたら、全然好きじゃない人が出てる、一番若いみたいな、一番若いのに51歳っていう、なんかどういうことやみたいな、全然若くないんだけどみたいな。で、と思ったらですね、なんか、町の人たちがですね、すごく、まあ、市長は、まあ、もう本当おっさんだったので、おっさんとかもおじいちゃんだったので、手震えてるみたいなことをね、言ったりとか、市議会議員を春日井の人みたいなことを、すごい悪口を言うわけですよ。すごい悪口やなって言うんですね。すごい角度でね、悪口って言われてね、こう、あんな春日井やるような仕事みたいなね、いい仕事やと思いました、入ってからは。僕はその後、14日間しかですね、日にちがない中で、嫁の説得に4日も時間をかけてしまいましてですね、残り10日でですね、市議会議員選挙に出てしまいまして、で、何か受かってしまいましてと、市議会議員やってました。で、4年やって、卒業して、フリーランスをやってたら、今、電装というですね、大きい会社なんですけど、6万人ぐらいの会社なんですけど、全国で言うと15万人ぐらい、全世界で言うと15万人ぐらいの会社なんですけど、そこの会社の新規事業部門みたいなところで、週3で雇われて、おり、フリーランスで小商いの塾を、ちっちゃいビジネスを作る塾をやっており、塾は11カ所ぐらいあるんで、だから全国ブラブラしており、あとはなんか自分なりのちっちゃいビジネスを作ったりしながら、過ごしたと。でね、で住む場所としては、まあ、今日も、おそらく新宿の御苑前、これは会社が借りてくれてる家なんですけど、徒歩3分ですね、駅から3分のいい場所を1個借りていて、で自分の、住んで兵庫県丹波市には、元嫁さんと子供が住んでいる家を自分で買っちゃったので、それはちゃんと払ってもらいましてと、自分が住んでいる家もう一個買いましてと2軒家がありまして、実家三重県桑名市に、まあ、いつも帰ってもいいよっていう家がありましたと、まあ一応4箇所かな、4箇所か3箇所かみたいな、あとブラブラできる場所がいっぱいあるので、全部ブラブラできる場所があってと、他拠点に住んでいるというような家です。一応兵庫県多摩市から来てますって言ってますけど、今日は長野県の、長野市から来てますので、よくわかりませんどういうのかどういうのかよくわかりませんけど、自由には生きてるなという感じです。で、自分の生き方をなんかお伝えして笑いするっていうそういう場でもないし、今日は小涌谷の話や地域の活性の話ができればいいなというふうに思っています。なので、自分が、まあ、経験していることや、コツとかですね、そういった話ができればいいかなと思います。割とですね、自分の身を子にして働くっていうタイプでもなくて、楽しくて一生懸命やってたらなんかニーズが出てきました、ありがとうございますみたいなタイプなんです。ただ周りから見てると身を子にして働いてるように見えるだけですね。僕は全然頑張ってると思ってないんです。ただ楽しいなと思ってやってることが、まあ、たまたま受けがいいなということだと思ってます。で、今僕がやってることっていうのは、その先ほども言いましたけど、サラリーマンをしながら、サラリーマンで週3です。まあ週2日ぐらいですね、平均で見ると週2日ぐらいが小涌谷の準備ですね。で、まあ、週2日ぐらい何してるんでしょうね。なんかこの食べてなかったでしょ、
まあ、二重のコンサルとかね、なんか週2日3日みたいな、あと移動みたいな感じで過ごしてます。で、まあ、この感じで10人行っておりまして、で、今日特に桑木内塾のことをまあ話したいなと思って、桑木内塾でやってることっていうのは、シンプルに、席を仕事にしましょうって感じですね。席を仕事にしてみましょう話で考えてます。で、好きっていうのは、まあ、要は頑張れるというか、頑張らないことですよね。呼吸するようにいることが大変だ。こっちです。だからね、頑張らなあかんのは才能がないからすごい悪い言い方しますよ。あえて。頑張らなあかんのは才能がないから頑張らなあかんなと思ってて、才能があることはね、頑張らなくてもできちゃうんですよね。僕は人の話聞くのめっちゃ得意なんですよ。人の前で喋るのめっちゃ得意なんですよ。で、才能なんかね、別に才能なんか努力なんかしてないです。ただやってたらそうなんだっていうだけなので、人の話聞くのに努力なんか何もしてないし、ただ聞いてたと。でも、6時間とか8時間とか一人の人の話聞き続けるっていうのを真横で見ててもらったことがあるんですけど、無理と。そんなことは真似できないって言われたことがあって、そうなんや。僕にとっては普通のことだし、本人が人生かけて語ってくれてる言葉一つ一つを大事にして返すってことは何の違和感もないし、だって生きてるんやったら一生懸命聞きたいよねっていうだけのことなんですけど、いや、わかるわかんねんけど、死ぬからやるじゃんって、あ、そうなんやというような、自分にとっちゃなんてことはないんだけど、周りからするとすごいねって言われることってあるよな、ということを、好きって僕は言うんじゃないのかなというのを、めっちゃ好きみたいな、わかんないですね、なんかこう、パンケーキ君の好きみたいな話もあると思うんですけど、じゃあずっと食い取られるって言うと無理やって。ね、なので、好きって何かっていうときに、まあ、呼吸するようにとか、あとはなんか、違う意味で言うと、居心地がいいとかね、居心地がいいとか、なんか、無意識とかね、ぐらいのことなのかな、みたいな。ついついなんかやっちゃってるみたいな、なんか、あなたなんか、気づいたらこうやってるよね、みたいなことが、まさにこう、言ってることなんじゃないの、みたいな。で、それをやっておらず、なんか、一生懸命頑張って、こんなに頑張ってるのに認めてくれないみたいなことが、まあ、世の中多いわけですけど、はっきり言って、知らんと、そんな話は。あなたが頑張ってるかどうかじゃなくて、世の中が喜んでいくかどうかだろうと。金をもらえる理由というのは、価値があるかどうかなので、申し訳ないけど。だから、すごい頑張ったんですけど、すっごい美味しくないおにぎり握ってくると、感動的ではあるけれども、もう食えないみたいな話になっちゃって、それは食えないからみたいな話になっちゃって、でも、全然なんかこう、なんか、あ、女も、でもすごい美味しいってなると、やっぱ欲しいよねと、美味しいんだろうねみたいな、機械で握ってますよって言われても、うまいもうまいからねみたいな話なんで、別に問題ないでしょっていう意味で、まあ、好きっていうところに関して、頑張れるのかって話では関係なくて、呼吸するようにとか、ね、居心地がいいの無意識とか、まあ、意識全部やれちゃうような、普通の自分にとって、はとした気づく、はっと気づいてしまうような、あ、そうか、私、そんなこと普通にやってんだみたいなことですね、が好きと言えるのかな。で、仕事人とかは当たり前ですけども、まあ、基本的に対価をもらえるということですね。対価をもらう。で、対価というのは金という場合もありますが、まあ何でしょうか、物という場合もありますしね、ご縁という場合もありますよね。ご縁、あとは信用、信頼とかね、そういうのもありますよね。まあ、今みたいなこの世の中で信頼資本的な話が出てきてますけど、信頼資本的な話っていうのは分からんでもなくて、金は渡せへんけど、別にいつ泊まってもいいよみたいな。で、それってゲストハウスとか、まあ、要はホテルとかを泊まらなきゃいけないので、1万円払わなきゃいけないと思っていたら、まあ、俺んちだったら別にタダで泊まってくれたらいいで、25日間みたいな話、25万円払わんでいいわけですよねと、で、資本やみたいな話ですね。っていうような意味で言うと、信頼があって、お前は悪いことせえへんし、お前が家にいてくれると、なんか何か起きてくれるときに、元気にしてくれるしと、まあ、うちに来てくれることにメリットもあるから、お前来いよと言ってくれたら、タダでいるどころか、まあ、飯も食わしてくれてるみたいなので行くと、いろんなこうお金が、本当はかかることがかからなくなるっていうのは、これ資本ですよねっていう意味で、信用信頼というものも、自分が好きなことをやって、それをやってるだけでも喜んでもらえるんだ、お前ここにおれという話になれば、それは金に変わるような価値になるよねっていうことでも意味はあるよね。金もご縁、信頼とかね、というものが自分のいわゆる仕事になるということになっていくことを、サポートするというのを小脇内塾ということでやっております。これもですね、どんな風に始めたかというところ、結構参考だったんですけど、 Facebook で書いただけです。 Facebook でとりあえず書きました。消しませんので、ね、さっさと消しますけど、待てって言うと消しませんので、ね、
わゆるあえてね、ここはちゃんと市民っていうのを一番上に書いてもらえる、行政とかで怒られますからね。市民って書いて行政って書いてですね、まあ民間企業とこう書いてみましょうよ、民間企業ね。まあ大きく言うと市民と行政と民間企業で、まあ三つ組でこう成り立ってるわけですよね。意味は分からなくてもなんとなくあのそうやなって感じがすると思うんですけど、そんなもんですよ。市民活動も含めて市民、NPO ですね、NPO と個人も含めて市民活動やら行政やら民間ということで3つ成り立つというところがざくっとあるわけですけども、あここに対してはいわゆる NPO のアドバイザーとかですね、アドバイザーですね、個人の塾 のなんかコンサルみたいなのをやってるんですね。あと行政に対しては市議会でもともと元市議ですねやってましたし、民間企業にコンサルで働いてたり、まあ、もちろん今もサラリーマンやってたりとか関わることが多いわけですね。でそれが何を生み出すのかというと、立場が変わるんですね、それぞれの。市民が行政に対して、あ、借地消費ムカつくわみたいなということはよくある話で、借地消費でムカつくんですよ。でも全員借地消費だってそんなことない。市議会の人ね。そう。全員そうじゃないですよね。でもすげえいいやついるんですよ。お前もちょろしゃべらないけど、ビジネスマンみたいな、みたいな、あの、職員さんがめっちゃおって、そういう人たちになってもないのに、いや、もう市民、なんか職員でムカつくわけちゃうと。あ、ってみろと、お前ら全然切れてるやつとかみたいな人たちに合わせると、いい人いるねみたいな話になるんですよ。そうやねと。で個人ベースで行政の人たちっていうのは確かに、一生いっぱい売れがないんだろうかなっていうことで就職してる人たちが多いから、それは保守的な人たちが多いよと。そうすると、自分で責任持ち上げない人たちが山盛りおるので、受付窓口にいるような普通の兄ちゃん姉ちゃんが絶対保守的だよねと。それはお前ここで言うたとって、そんなのね、こう柔軟な対応するわけないやん、普通の話やと。ただ、裏ルートとか、こう話の上がる右さんからちょっとおもろいって言うと、なんか職業おらんのかって言ったら、そっと出てくるやんみたいな話は、わかるよねみたいな。でもわからないんですよ。受付ではなんかいけるされたみたいな。いや、そんなもんやってみたいなこと言いながら、わかる。じゃあ、ちょっと一遍こう、話してみましょうよって言って、やってみると、言う人いるねんって話になって、でしょって。だから、言い方やし、例えば、基本的な話ですけど、ちょっとなんか予算が出るって聞いたら、ちょっと2月ぐらいにね、ちょっと私はもうこんなことしたらいいと思うと、ね、行政が分かってる人からするとね、いや2月でみたいな、2月もう予算書できとるからもうみたいな、もう市議会議員で出すときだからみたいなね、もう文書の一言一句をこう修正してるタイミングの時にいきなり企画の話されてもみたいな、7月8月に持ってこいみたいな話なんですよ。そういうのを知らんのにこう2月とかに聞いてくれへんかったみたいな、ほらもう市役所嫌いやねんみたいな、ちゃうと半年遅いだけの話だからみたいな、そういう当たり前の話をまあまあと分かりますよと、でもね、今から2月でろと5ヶ月後にしましょうって、ね、何その遅いなの違う、遅いどころかむしろ早いタイミングでやんねんと、今年は諦めてくださいと、なぜならあなたが知らんかったからねと、今年はちゃんと諦めて来年に向けてこの子が準備しようよと、バッチリ準備して誰に会うべきなのかちゃんとやるみたいなことを言うみたいなことをやりました。で行政から言うとですね、市民はほんま話聞いてくれへんと、もう、まあ、切れるしすぐ切れるみたいないや切れへんと、 NPO もちょっと立場分かってりゃちゃんと分かってくれますからして繋ぐみたいな、あ結構いい NPO さんがしますねと、いやでもコミュニケーション間違えたら切れられてますよみたいなことを言うみたいなことでやったり、行政は行政で民間企業に対してですね、ルール守ってくれないみたいな話になるんですけど、言い方ありますやんかみたいな、民間企業民間企業であいつらルールをねこうギチギチしやがってこういうこと言うよねみたいな話になるんですけど、チャイチャイと通し方がありますよね、同じですよね、タイミングと通し方とあと誰に出会うか、よく知ってますよ。行政の中で、すごいイケてる部長ないし課長、いや、ここ埼玉市ぐらいの規模感でいきますと、局長みたいな人ですね、局長、部長、課長、係長ですね、こうなるわけですけど、この局長、部長、課長あたりがですね、一人でもイケてるんですよ、大体ね、いい話だと思うんですよ。でも局長、部長、課長あたり、誰も保守できない人しかいないと、その部門でですね、何もできないんですよ。そういうもんなんですよ。だから福祉部もなんか局長がいるとしてね、その福祉部長がいて、そのなんか福祉の係長がいて、この福祉の部分でなんか話が飛びませんわって言ったらね、ああ、そうかと、3年待ちましょうと、ね、3年ないし1年取れるわと、局長か課長か係長にいけてるやつが出てきたら話を飛ばしましょうと、でもね、来年見ましたと、ああ、残念と、再来年行きましょうみたいな感じになるんですよ。それ何でかというと、いけてる人がいるといけてるんです、いけるんです、話が通せる。なぜなら、その人は何かをしたいって言うからね。市役所のあれも意外とですね、やりたい人もですね、なんとかしたい。だけど自分の立場からできないと。NPO がやってくれれば、市民がやってくれれば、俺たちだってこう全部任せるつもりはないから、こっちで書くのも部分もあるんだけども、
でも、なんかバイアスかかりすぎて、ハモン向けまるうちもなんかね、拗ねてるので、もうダメですって感じになってる、なんかあのキレキャラみたいな人にすごい現代にされるように言われまくってへこむみたいな。なってる、行政行政って人はもったいないと思って、で、民間企業も民間企業で、市民に対して、まあ市民、個人に対して働けみたいな話にね、シンプルにもっと働けみたいな話なんですけど、個人側はですね、もっとよこせみたいな話になると、わかると、もっとよこせっていうのはわかるけども、働いとんのかと、ね。あのいわゆる企業側から評価される仕事してますみたいな、逆に民間企業は市民もっと働くというけど、働くっていうのもあるけども、その本人たちが居心地の良さとか、どうしたらこうもっと居心地よく働けるかというのを想像してますかみたいな、こちらの論理だけ伝えても無理だよねみたいなことを、それぞれの立場に言うみたいなことをやりながら、ああなるほどなと、みんなお互いの立場分からないのをいろいろやるなみたいなことを立場に立って考えるみたいなことをするんで、それぞれの立場で仕事をまあもらうことが多いですね。仕事もらうために立場に立ってるわけじゃないですけど、聞いてると、いやいやいや、誤解や、いやいやいや、こっちも誤解や、あそこも誤解やって、誤解ばっかりやみたいな、っていうことをつなぎまくってるっていうのことを、今でも引き続きやっておりますというようなことを、基本やってますので、なので、それぞれのところで、いろんな人たちがいるな、いろんな人たちが誤解を生んでるなと、でも、本当はみんな、めっちゃシンプルに、あ、マジよくしたいんだね、あ、幸せに生きていきたいんだなと、いい暮らし、いい暮らしっていうのは、その豊かなしっていうのは、贅沢なじゃなくて、本当に、幸せに暮らしたいんだなっていうことをなんか普通に願ってるだけなのにずれとんだみたいな、もったいないみたいなことが多いので、それをなんかつなぎ合わせるみたいなことをやって、で街づくりとかにもいろいろと関わっております。今も引き続き市議会議員辞めてますけど、なんか今度はね、移植が決まりましたからですね、なんかアントレプレナー育成キャリア教育みたいなところとなんかいいみたいなことを表現の魂でやってくれって教育長からなんかピッて電話来てですね、あ、やります、ね、あの何もあの中身知らんけどいいですよみたいな、とりあえず行ったらいいでしょみたいな感じでやってます。もうあの人がね、どんな局長が話をしてくるかとかね、どんな教育長が話してくるかとか、イケてる教育長なので、何かやってるでしょ、やりますみたいな感じですよね。面白ければやりますし、面白くない人がやってるんだったらやりませんみたいなことをやっております、はい、で、ワーキングエージェントの説明で、こんなことをやっておきながら、NPO をやったりとか、行政とか民間企業とかということで言ってるので、やっぱりこれからどういう人たちが頑張らなきゃいけない時代かというと、シンプルに市民ですと。民間企業は一生懸命この時期、高度経済成長期を含めてうわーって頑張ってきましたと。めちゃめちゃ利益を生み出して、日本の中では、世界の中で日本はジャパンズナンバーワンって言われるぐらいまでめちゃめちゃ頑張ってきたんですよね。でも一つは行政の仕組みの中で利益が生まれたということをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、本当はそうなんですね。実は自動車産業とか家電産業がというのは、この10年以内にですね、20年以内ぐらいです、何回かですね、いわゆる寒風材みたいな物業が家電リサイクル法みたいなことですね、自動車のですね、軽減税率をこう掘り込むみたいなことで買い支えるみたいなことをやってる時期があるんです。あれなんで普通の事業者にですね、買い支えるみたいなこう仕事ってないわけですよ。だけどそれなんで掘り込んだかというと、やっぱりもともと国益としてその産業が収益を生むために大事な仕事として位置づけられて、ザーッと行政の仕事としてやってたってことが見えるわけですね。めっちゃシンプルな話で、昔日本列島改造論みたいなのをね、あの田中角栄さんというのがやってですね、日本中に血脈を作るって言って道路みたいなバーって張り巡らせることができると、それだけでいろんな移動が生まれて、その移動が生まれた先に収益が生まれていくはずやと。でそもそも道路を作るっていうことだけでもビジョンがめちゃめちゃ生まれるんやぞっていうことでやったんですけど、事実なんですよ。石も売れるし、油も売れるし、ゴムも売れるし、もう何やかんやも売れる。でその中でガソリンもめっちゃ売れてみたいな。で経済っていうのは別に何かあるものがですね、うわって増えるものじゃなくて、ここにあるものがぐるぐる回ってる速度のことがですね、経済っていうことなんですね。要は使ってもいいんだって気持ちがあれば使うんですよ。使ったらダメなんだって思うことをすると貯めるんですよ。で貯めてしまうと経済が滞るっていうね、利潤の数やこの利益の数、お金の数が全然変わってなくて、それが回ってるスピードがですね、速いと経済効果がぐる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 って回ってて生産性が上がってるんですよ。要は今って日本が生産性が下がりつつあるよっていうのは、なんかいやなんかこう使っても入ってこないでしょみたいな話になって、不安だから使いませんみたいなことで経済が回ってないって言われるね、っていうようなことの中で、昔国土交通省とかですね、山盛り今もですね、彼も